ら子供が嫌いだ。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんだ、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です、絶壁です、絶壁です。努力の素振りも見せない、忍耐のかけらもない、人生の深みも渋みも何にも持っていない。そのくせ下から見上げるようなあのタイプ。火事の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うの、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。私は子供に生まれないでよかったと胸をなで下ろしています。私は子供が嫌いだ、うん、私は子供が嫌いだ。子供が世の中のために何かしてくれたことがあるでしょうか。いいえ、子供は常に私たち大人の足を引っ張るだけで、身勝手で足が臭い。ハンバーグ、エビフライ、カニシューマイ、コーラ、赤いウインナー、カレーライス、スペリティダムリタ、好きなものしか食べたがらない、嫌いなものには蓋をする、投げば済むと思ってるところがずるい、何でも食う子供も嫌いだ。すっと背ばかり高くなり、定食もなくブラブラしやがって、逃げ足が速く、いつも強い方につく、あの世間体を気にする目が嫌だ。あの計算高い物欲しそうな目が嫌だ。目が不愉快だ。何が天真爛漫だ、何が無邪気だ、何が星眼鏡のつまらない瞳だ。そんな子供のために私たち大人は何でもする必要はありませんよ。第一、私たち大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったらいいじゃないですか。それならそれで結構だ。ありがとうね。私たち大人だけで切断的に行きましょうね。子供は嫌いだ、子供は大嫌いだ。話せ、俺は大人だぞ。誰が何と言おうと私は子供は嫌いだ。私は